ボスニア・ヘルツェゴビナの地方行政区画は大きく3つに分けられている。ボスニア・ヘルツェゴビナの地図でトンゴ成立後、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国には公式に2つの構成体が設置された。そのうちの一方である、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦は、ボシュニャク人及びクロアチア人が中心であり、他方のスルプスカ共和国はセルビア人が中心の構成体である。 それぞれおよそ国土の半分程度を占めている。現在、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の3つの主要民族が、対等、陽動の権利を持つことが保障されている。2つの構成体ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦、及び、スルプスカ共和国は、それぞれの領域の内部の政治に関する機能を、担っている。2社は、それぞれ独自の行政府を持ち、独自の国旗及び、 国省、大統領、議会、警察、関税、郵便システムを持っている。それぞれの構成体の警察は国家警察の監督下に置かれている。2007年現在、ボスニア・ヘルツェゴビノの国軍は統合されているが、2005年まではそれぞれの構成体が軍を有していた。両構成体の協会は地形によらず政治的合意によって決められた。このは、 それぞれの民族分布や内戦時の勢力分布に基づいている。各構成体の設置検問所などの実際の国境施設は存在せず、両構成体の間は自由に往復できる。北東部の都市、ブルチコは、ブルチコ行政区に属している。ブルチコ行政区はボスニア・ヘルツェゴビナにおける第三の構成体となっており、公式には、スルプスカ共和国及び、 ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の双方に属していることになっている。現在、この行政区は国際的監視のもとに置かれている。ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦はその下に10個の県があり、それぞれ独自の行政府を持っている。県の下には基礎自治体が置かれている。一方、スルプスカ共和国には県がなく、スルプスカ共和国のもとに直接、 基礎自治体が置かれている。スルプスカ共和国における地方は第一級行政区画であるが行政権を持たない。ブルチコ行政区は下に第一級行政区画に当たるものはない。地方は前述した通り第一級行政区画であるが行政権を持たずその下の第二級行政区画に当たる基礎自治体が事実上の第一級になる。 国際社会の仲裁によって合意が成立したものの、これは内戦時の核勢力の思惑を完全に反映したものではない。ため、現在のこの枠組みに関しては様々な意見が存在する。一般的にボスニア・ヘルツェゴビナで多数派であるボシュニャク人は核構成体の力を弱めて国家の統一、中央集権化への希望が強いと言われている。それに対して、 セルビア人の間には、スルプスカ共和国をボスニア・ヘルツェゴビナから切り離し、独立や隣国セルビアとの合併を求める声が強い。また、クロアチア人の間には、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦から、クロアチア人の地区を切り離し、クロアチア人による構成体の設置を求める声が強い。ボスニア・ヘルツェゴビナでは、現在も、そうした各民族勢力の声を抑えながら、 合意に従って慎重に国家運営が進められている。ありがとうございます。